ーーーム入りのシャンプーバー髪の毛を洗う用の石鹸をいただいたのでちょっと開封して今日使ってみようと思います普段はお湯シャンをしているので石鹸もシャンプーも週に1回ぐらいしか使ってないです。と思ったのと違う色白い。 もっとなんか緑色の毒々しいものが出てくるかと思っていましたで匂いはですねうーん白檀の匂いみたいな感じだけどこういうおばあちゃんいるよねっていう匂いですまた使ってみたら報告しますインド製ということだけあってやっぱりアイルベーダのシャンプーバーなんですね私は今日までアイールっていうのがライフでベーダっていうのがノーレッでって知らなかったです でこれなんか髪の毛の洗う用の石鹸ですけれども普通に石鹸として体とか顔とか使って大丈夫みたいあとこの石鹸え、4.23アンス 120g の石鹸なんですがこの石鹸が液体のこのシャンプーの18アンスと同じぐらいの量を使えるということです。 犬は今日こんな感じ。もう石鹸、結構ね、匂いが強いので、人工的なものは入ってないんですけど、もういろんなハーブが入っていたりするみたいで、犬はなえてます。ほとんど興味がありません。えっとですね、インドのシャンプーバー。ここは犬に取られてしまって、今一生懸命食べてますけれども。よし、ちょっと。えー、これで髪を洗ってみました。まあ顔も洗ってみました。 で、石鹸なんですが、泡立ちは結構良くて、で、洗った時のすすぎも楽でした。で、香り、おばあちゃんの匂いって思ったじゃないですか。これはなんでか分かった。急遽堂の匂い袋の匂いです。で、これくださった方は2つ買って、ちょっと匂いが苦手で1つ私にくださったっていう感じなんですけど、全然平気。あと、 私一時期石鹸オンリー生活をしていた頃があったんですね。で、その頃は髪の毛がキシキシになるので、こう酸性リンス。クエン酸は使わなかったけど、お酢を水で薄めたものとか、あとはレモン汁を水で薄めたものとか、ちょっとそれ食べちゃうの大丈夫かなで、こう中和してキシキシ感をとっていたんですが、このシャンプーはそれやらなくても大丈夫そうです。 で私、普段髪をドライヤーで乾かさないで、まあ、夜だらだら過ごしてそのまま寝て、朝起きた時の髪型がその日の髪型っていう感じなので、明日の朝どうなっているか交互期待です。